皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長、笠子と申します。2022年1月よりですね、オンライン笠子塾を始めますということで、企業迷子、副業迷子を救いたいということで、なぜですね、今、オンライン笠子塾を始めるのか、私の思いを簡単に話していきたいなと思っております。で、オンライン笠子塾2022年の1月21日より、スタートということになるんですけれども、内容としては企業副業をする上での本当の基礎的なことですね。これできてないとまずいですよっていうまま、いくらネット発信やっても空回りしちゃうんで、まず基礎を学びましょうということと、ネット発信を学べる講座ということで、なぜ今始めるのかということなんです。オンラインにシフトされている方、この2年で非常に増えてると思うんですね。早い方はですね、もう2020年の4月ぐらいから、もうね、緊急事態、初めの緊急事態宣言が出た途端ですね、よし、オンラインでやるぞみたいなことでやってた人も多いと思うんですけれども、私、本当にそれにすごい違和感があったんですよね。で、なんかリアルでできなくなったから、じゃあオンラインでみたいになって、それはもちろんね、それはそれでいいと思うんですけど、リアルでできないものをオンラインでやって、それ同じものをただオンラインにすり替えたら劣化版になっちゃうんじゃないですかっていう思いがあったということです。当初ですね、2020年の4月、緊急事態宣言が初めて出された時に、オンラインにバーッとシフトした方もいますけれども、結局、リアル講座の劣化版じゃないかな。なんかライブで聞いた方が絶対いいじゃんみたいな話とか、やっぱリアルの方が交流もできていいよねとかっていうのがあるじゃないですか。それをただ、いや、コロナでできないからオンラインにしましたっていうことを考えると、受講する側から取ったら、劣化版を受けるのかみたいなことになっちゃうんではないかというふうに思っていたので、今までオンラインでの笠子塾というのはやってこなかったというのがあります。それから、この2年でだいぶ変わりましたけれども、コロナ当初はですね、やっぱりまだまだオンラインで学ぶというのはやっぱり普及していなかったと思うんですね。私は実はリアル講座をやっていた時から、リアルで受けられない、例えば病気で欠席しちゃったとか、当日どうしても用が出てきて受けられなかった人とかに講義データを送るという、言ってみればリアルとオンラインのハイブリッドはもう昔からやってたんですね。講義データも差し上げますから、それで復習していただいてもいいですし、どうしても休まなくちゃいけない時、病気になったりとか、お子さんの都合で来れなくなった時は、講義データオンラインで見ていただければ好きな時に見れるんでっていうのをやってたんですけれども、とはいえ、そのライブ配信でのオンラインみたいな講座って、やっぱりまだまだ、この2年でだいぶ変わりましたけど、当初はやっぱり慣れてない方多かったと思うんですよね。そもそも、いまだにいますけど、ズームって何とか、ズームなんかダウンロードしたけど、入れてみたけど、なんかうまく接続できなかったみたいな人もいて、なんか結局劣化版だよねっていうのがあったので、私はあまりオンラインをやってこなかったというのがあります。ということもあってですね、2020年の3月以降はですね、そのリアルの笠子塾というのは休止をして、個別講義に関しては、むしろその元からやっている講義動画の販売ということで、そのなんでオンラインでライブ配信でやらなくちゃいけないんだっていうのにもすごい疑問があって、もちろん受講する側がその時間を縛られてライブで聞くっていうのも面白いのかもしれませんけれども、結局リアルじゃないんであれば、これが録画だろうがライブだろうが大して変わらないじゃないですか。っていうか、むしろライブであるとですよ、例えば、よく皆さんもね、なんかライブのその講義とか受けてあったと思うんですけど、いや、なんか接続が悪くなって、なんかね、そのこっち側の問題、講師側の問題も受講者側の問題もあると思うんですけど、ネットの接続がなんかちょっとうまくいかなくなって、よく聞き取れなかったみたいなこととか、結局ライブの配信にしたらその時間縛られちゃうから、いや、なんかその、あれと一緒ですよね。在宅勤務とか言いつつ、いや、なんかその会議をなくすんじゃなくて、結局会議がリアルでやるのとオンラインになって、結局無駄な会議をやってるのと一緒みたいな話で、いや、それをそのみんなで集まって同じ時間を共有してやる必要があるのか、もちろんそういうものは
あると思うんですよ。例えば雑談とかアイディア出しみたいなものはむしろみんなで同時間同じ時間を共有してやった方がいいと思うんですけど、そうじゃないものね、単に学ぶものとかね、だったら別に録画でもいいんじゃないかとか、むしろ録画の方が便利なんじゃないか。だってこちらだって録画するってことは、きちっとした話でできるわけですよ。そのライブ配信みたいに、ね、あのライブでやればね、まあその話すことが例えばミスってしまうってことはほとんど、まあ、私はもう何百回もやってるのないですけれども、ね、接続のトラブルとかそういうこともあると思うので、まあ、録画できっちり作り込んだものの方がいいじゃないかみたいなのがあって、まあ、個別講義は要はライブ配信じゃなくて講義動画のデータ販売をしていたんですけれども、まあリアルの良さのある笠子塾というのは基本的に休止をしていたということです。でただその間ですね、やっぱりその講義動画をの販売をしていたんですけれども、やっぱりその結局、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、オンラインだろうがリアルだろうがセミナーとか講座を聞いて聞いただけで満足してできない人っていっぱいいて、やっぱりそこに個別で添削をしないと結局なんか聞いた気になってやった気になってお金払ったけど結局何も身になってないっていうのがあるので、やっぱ個別添削しないとあんまり意味がないんじゃないかなということで、まあ、このコロナ期間の間ですね、 Twitter のアドバイスとか YouTube のアドバイスの個別添削っていうのをやってたんですね。でそうしたら そもそも Twitter の使い方とかそもそも YouTube の使い方とかいう問題じゃなくて、いやこの名前だと読めないから誰も覚えてくれませんよとか、いやあなたの、ね、何屋さんかわからない肩書きつけてて、それでいくらいい発信してても何屋さんかわからないですよとか、いやメニュー表ないからいくら頑張って発信しても仕事でやってんのか趣味でやってんのかわかんないですよみたいな、基礎ができてないっていうことをまず感じたんですよね。やっぱり個別添削の必要と基礎ができていないということ、まあ、肩書きが分かりにくいとか活動名が読めないとか本当に基本的なこと、そこができてないでいくら Twitter 頑張ろうがいくら YouTube 頑張ろうがいくらインスタ頑張ろうがそれは進まないんじゃないですかっていうこと、あとはまあ結局その他者目線の発信ができていないというところですよね。宣伝ばっかり投稿しているみたいなことですよね。まあ、あと、まあ、このコロナということもそうですけれども、ここ数年でネット集客の方法が大きく変わってきたということもあるのと、まあ、コロナ禍で、仕事の内容が大きく変わった方も多いというような状況の中で、何かこのやっぱり数年時代の流れが変わった中で、何かやっぱりそういう時代にあったその個別添削もあって基礎も学べるようなやっぱり講座が改めて必要なんじゃないかなというふうに感じたというのがあります。でそこで、まあ、この2年そのリアルの劣化版になるんだったらやらない方がいいと思っていたんですけれども、リアルの劣化版じゃなくむしろオンラインならではの良さを生かした内容ができるんじゃないかと思って、まあ、今回作ったのがですね、このオンライン笠子塾ということで、まあ、企業副業支援講座ということになっております。まあ、というわけでその今まで、オンラインでの笠子塾をやってこなかったというのはやっぱりリアルの劣化版になるんだったら受講生にとってメリットがないよねっていうことだったんですけれども、いやそうじゃなくて、リアルの劣化版ではないオンラインならではの良さを生かして、でしかもこの2年間でやっぱりその基礎ができてない方とか、まあ、時代が変わってたのにネット集客ね、昔ながらのやり方やってるみたいなこととか、仕事内容変わったからもう一回一から作り直さなきゃいけないみたいなことで、やっぱりニーズがあるんじゃないかということで、まあ、このオンラインの良さを生かしたオンライン笠子塾を2022年1月より始めることにしたということです。で、まあ、どんな方にが受けていただくといいのかということですけれども、まあ、企業や副業している方ですね、まあ、個人事業主という形で完全に企業だけじゃなくて、まあ、主婦もしながら、ね、ちょっと仕事もしているという方でもいいですし、まあ、会社員で副業している方も多いんじゃないかというふうに思います。あとはまあネット集客に悩んでいる方、本当に大きく変わったんですよ、この2、3年で。もうググらない時代なんですよ。もう検索で SEO でホームページでブログでとか言ってる時代じゃないわけですよ。
ね、場合によっては TikTok でいいかもしれないし、いやもう場合によってはもう Twitter 一本でいいかもしれないしみたいな話で、まあ、大きくネット集客の方法が変わっているので、やっぱその時代に合わせて、うまく、今何過去のネット集客の方法をやってる方もいるので、やっぱそれじゃダメですよっていうのを、まあそれに悩んでる方が受けるといいんじゃないかと。それからまあコロナでやることが変わった方、この方、これ結構多いと思うんですよね。私自身もまあコロナになって、まあその講座の方をまあ主にね、主力にしていたのをほぼやっていなかったので、別のことを始めたんですね。背景資料集を Kindle で販売するということを、別のことをこの2年ずっとやっていたんですけれども、やっぱりそういうふうに、やっぱコロナだからね、やれることがやれなくなったりして、仕事内容が変わって、それも本当に一からまたもうそれこそここで学ぶような基礎をもう一回自分でやり直すわけですよ。自分で自分のこのプログラムの宿題を自分でやり直して、いや、この肩書きじゃいまいちだなとか、このキャッチコピーじゃいまいちだな、プロフィールもう一回作らなきゃいけないみたいなことで、一から作り直してみたいなことで、やって、で、まあ、うまくいってるのがあるので、まあ、そのコロナでやること変わった方非常に増えてると思うので、まあ、そういう方も受けていただけるといいんじゃないかというふうに思います。ということで、まあ、オンラインの笠子塾、他のオンラインと圧倒的に違うところは、時間に縛られないということです。結局、オンラインでも、例えば何月何日の何時からやりますっていうと、いや、その時間受けられないんだよみたいな話になると、結局受けられないじゃないですか。まあ、あとはね、その時間予定していたけれども、やっぱりどうしても家族の予定で、やっぱここ受けれなくなっちゃったとか、どうしても体調が悪いとか、通信環境が悪かったみたいな時に、結局オンラインでもそのリアルタイムの時間に縛られるっていうのはナンセンスなんじゃないか。まあ、リアルだったら生でライブで時間を共有する意味があると思うんですけど、オンラインで時間を共有する意味は、まあ、その交流とかならともかく、講座ではあまり意味がないんじゃないかなと。逆に、講義データを差し上げて、それを聞いていただいて、で、ご自身のペースで宿題を出しますので、それをメールで送っていただいて、私が個別添削をすると。で、ただ、まあ、自分のペースでできるんですけれども、ただ、一緒にですね、2回、その、ズームで個別相談というのをやりますので、その時だけは時間を共有して、まあ、そこは一方的に私が話すんではなくて、皆さんの悩みとか、どういう課題を持っているのかっていうのを、まあ、聞き出す。まあ、そういうことにこそ、ね、リアルの時間を、リアルというか、リアルタイムで共有するオンラインでも、時間を使った方がいいんじゃないかということで、そこはそことして、まあ、置いているということで、あとは、2ヶ月間の集中講座ということで、その間はですね、メール相談、いくらでもし放題ということで、まあ、2ヶ月間ですね、まあ、個別コンサルを受けられるみたいなイメージだと思ってください。で、講義データがあって、聞いていただいて、宿題やって、メールで送っていただければ添削して、また次のステップに進んでというのを、やるというようなイメージでおります。で、まあ、気になる受講費ですけれども、まあ、今回オンライン笠子塾始めるということで、1月20日まで、まあ、ゼロ規制と称してますけれども、1月20日までに申し込みいただいた方は4万5000円と、まあ、それ以降に関してはちょっと値上げをする予定でおります。で、受講期間に関しては2ヶ月間、1月21日から3月21日の2ヶ月間ありますので、その中でご自身が好きな時に講義データを見ていただいて、好きな時に私にメールをしていただいて、という、だからもう時間に縛られず、この期間内に集中してやるんだと。で、ね、ご自身夜中の時間が空くんだということは夜中やればいいでしょうし、ね、昼間の時間は使いやすいということはその時間でやればいいと思いますので、まあ、そんなふうにですね、まあ、時間に縛られず、今の時代に合ったリアルの劣化版ではなく、オンラインの良さを生かした、講座ということでやっていきたいなと思います。で、まあ、目指すべきはですね、まあ、企業力アップ、副業力アップ、そしてネット発信力アップということで、基礎を学ぶ、基礎さえ学べば、いろんなツール、今本当に皆さん困っているのは、いろんなツールが出てきて、ツイッターもやるの、インスタもやるの、フェイスブックもやるの、ブログもやるの、TikTok もやるの、なんか音声配信もやらなくちゃいけないの、もう全部やってたらキリがないみたいな話だと思うんですけど、基礎を学べば、どれだけ新しいツールが出てきても、基礎を当てはめて、やるだけなんです。
なので、まず基礎をしっかりして、で、あとはツールに関しては、ご自身の職業に合わせてどういう組み合わせがいいのかっていうことを考えていけばいいので、まあ、そういったことも個別アドバイスをしていきたいというふうに思っております。というわけで、まあ、2022年、1月の21日からオンライン笠子塾スタートします。1月20日まで、お申し込みいただいた方は、初回、本当にゼロ規制ということで、値段を安く設定しておりますので、ぜひですね、起業、副業している方、ネット発信、やネット集客に悩んでいる方、受けて、いただきたいなというふうに思っております。また多分ですね、この期間、コロナのオミクロン株騒動で、多分相当ですね、リアルの予定は皆さんも組めなくなると思います。在宅勤務になったりとか、まあ、そういう方も増えてくる、またね、リアルの予定組んでたのが全部キャンセルになるみたいなこともあるので、逆にこの期間、もしかしたら家にいる期間も長い期間に、このオンラインの講座でしっかり学んで、またその、ね、コロナの騒動が収まった時に、その間にこの基礎力を高めておいて、ネット発信力もね、まさにコロナの時代ってネット発信力の時代だと思うので、このオンライン笠子塾で、ぜひネット発信力もアップしていただきたいなと思います。何か細かいですね、内容、講義プログラムの内容については、概要欄のアメブロのリンクに詳細書いてありますけれども、何かわからないことがあれば、遠慮なくメールの方で聞いていただきたいなと思います。というわけで、オンライン笠子塾、企業副業支援をする塾ということで、2ヶ月間の個別添削ということで、ぜひゼロ規制ということで、今後ね、もし何規制続くか分かりませんけれども、ね、もうまたとない、私は一番初めに受けたんだみたいなことの特典というかね、ステータスが得られるっていうところもあると思いますので、ぜひ、検討いただければなというふうに思います。